米大リーグ MLB ドジャースの大谷翔平が日本時間22日全米野球記者協会バが選出するなリーグの最優秀選手 MVP に選ばれた。受賞決定の際にはデコピンがまさかの逃走。 MLB はデコピンをその後を動画で紹介している。チームメイトのクレイトン・カーショーから大谷の MVP 受賞が発表されるとソファに座っていた大谷は満面の笑み。大谷とマミコさんの間に座っていたデコピンは関心のない様子でソファからジャンプして逃走していた。 MLB はデコイ CAM としその後を紹介。デコピンはソファから飛び降りると尻尾を振りながら颯爽とフレームアウト。マイペースを貫いていた。